はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日もね、晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はね、こちら、おー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 、あちちちちち、今日はね、鶏団子の塩ちゃんこ鍋ですね。もう寒いんでね、お鍋にしたくて、で、鶏団子はね、市販のスーパーの鶏団子、お鍋用のね、買ってあったんで、あとお豆腐とあり合わせのお野菜で、プチト鍋の塩ちゃんこ鍋の素を使ってお鍋にしました。それとあと、もう何もなくて、買い置きのね、冷凍しておいた餃子、チルド餃子があるんで、それを焼きました。今日はね、これで晩酌やっていきたいと思います。いやー、今日も寒かったな。では、ね、ノアル、ちょっとライトはいいかな、朝日さんのドライゼロ、昨日も飲んだかな、まあいつものやつね。これをプシュッと開けてね、シュワシュワっと注いで、で、焼酎ね、焼酎亭、清京さんの焼酎亭、これをいつものね、このちっちゃいのに小分けして、冷蔵庫で冷やしてまた持ってきました。じゃあね、これを注いで、よいしょ、軽くかき混ぜてね、おー、シュワシュワ、おー、いいですね、シュワシュワ、おー、美味しそう。では、今日もね、一日皆さんお疲れ様でした。では、お先に失礼していただきたいと思います。じゃあ、シュワシュワで乾杯。あ、ピントが、ピントが合ってない、来たかな、ピント合ってないかな、まあ、シュワシュワで乾杯いただきます。うん、あ、うまっ、富士山、うん、今日も富士山綺麗に見えてますね。またね、寒波が来ててね、寒いし、また雪かきの日々に逆戻りでね、もう疲れちゃいましたよ、またもう本当に。ではね、焼酎入れてね、もう本当今年は雪が多い、まだまだ1月なんですね、ね、もうね、この先も思いやられますよ、本当に。じゃあね、シュワシュワ一回作ってね、置いときたいと思います。では、鶏団子のね、塩ちゃんこ鍋、こんな感じですね、お豆腐入って。鶏団子はもうね、できたやつね、丸めてもうお鍋に入れて煮ればいいってやつね。あとネギが入って、しめじが入って、ニラと、あとキャベツと、あとなんだっけ、もやしもね、使い切りたかったんでね、もやしもね、ちょっと時間経っててどうかなと思ってたんですけども、まあ入れちゃいましたね。鶏団子、まずは鶏団子からね、あ、ちょっと大きいな、から行こうかな。鶏団子ね、まずはポン酢、じゃあお豆腐、あ、お豆腐食っちゃった、お豆腐ね、豆腐と、あとまあしめじとかキャベツとかもやしとか、こんな感じでね。おー、あ、すごい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 、湯気が、ああ、じゃあちょっとね、鶏団子割りますよ。おー、こうですね、鶏団子、鶏団子からね、いただきます。ここ、うん、うん、うん、熱々、ちょっと、うん、しい、体も温まって美味しい、うんうんうん、キャベツの芯ね、うん、鶏団子、
この鶏団子結構ね美味しいんですよ。もう普通の動画だともう何回か紹介してますけどもね。うん。じゃあねシュワシュワ飲んでね。うん。ではちょっとね煮詰まっちゃうんで火消しますね。またグツグツね音鳴ってる方がね動画的にはねいいんですけどもね、見た目煮詰まっちゃうんでね。で、野菜サラダ、今日はちょっとね小ぶりの入れ物に作ってきました。で、リケンさんの癖になるうま塩のドレッシング、これをちょっとかけて、わー垂れる、やばいやばい、あ垂れた、ちょっと待ってください、垂れた、よいしょ、綺麗に拭いて、でエバラさんのね玉ねぎのタレ、これも少しかけてね、おお、まあまた垂れた、あ垂れた垂れた、やばいやばいやばい、よいしょ、これでいただいていきたいと思います。トマトからね、トマトからいただきます。うん、おいしい。サラダチキンは盛況さんのサラダチキンですね。あ、またなめたけも乗せてくるの忘れたな。まあいいや、よいしょ、じゃ崩れないようにちょっと慎重にね、よいしょ、じゃあサラダいただきます。うん、うん、やばい。うちの父の入ってるね老人ホームから連絡あって、うちの父ね胃ろうの手術ね受けるって言ったらしくてね、胃ろうの手術受けることになりました。なんか本人がねなんか言ってたらしくて、で病院の先生の方もちゃんとね本人に胃ろうの意思を確認して、本人もね胃ろうしますっていうことみたいなんで、提携してるね老人ホームと提携してる病院に紹介状を書いていただいて、それでねなんとか胃ろうの手術受けることになりました。で体調の方もねいいみたいで、栄養とかね足りてないかななんて思ってたんですけども、まあ、体調の方もね、いいみたいなんで、これでね胃ろうすれば食べたいものは口から食べて、で足りない栄養はね胃に直接こう入れてっていう形でできるんでね、ほんと一安心ですよ。もうねはもう救急搬送とかあるかもしれませんとか言われて、ちょっとねなんかこう ね向こうも万が一ってこともあるんで、そういうことをねそういう言い方になるんでしょうけどもね、まあ良かったですよこれで。まあまあでもまだこれ手術ねこの先まだちゃんとねあるんでね、まだね安心はできないですけども、で明日病院に私行ってね、その胃ろうの説明ね、家族の方に説明とかあるっていうんでね、それの説明聞きに行ったりとかね、いろいろしなくちゃいけなくてね。うん、また病院が遠くてね、夏場ならね移動そんなに苦にならないんですけども、冬場雪があってね、今年は特に雪が多いんで、もうね冬場の移動がほんと大変。うん、あうち車持ってないんだよねうち貧乏で車ないんで、去年ねスクーター買ったんですよ。うちの父がこうやってね老人ホーム入ってて、老人ホームも遠いんでね、でまあなんかあったらねスクーターで
ね、移動すればね早く移動できるんで、今まで自転車で一生懸命通ってたんですけどもね。ですけども、まあバイクってもうスクーターなんでね、冬乗れないんでね、ね、でもね、なんとか移動の手術受けてね、まだ元気なんでね、まあちょっと動けないですけども、体の方はそんな悪いとこもないんでね、元気なんで。もしね、うちの父のねご心配していただいた方とかね、ご視聴者さんの方でいらっしゃいましたらね、そういうことですんでね、なんとかまあね無事に手術して、また老人ホームに帰ってね、今まで通りの暮らしができるようにっていう形でねやっていきたいと思いますんでね。ではじゃあどうしよう、ウイスキー飲もうかな、どうしようかな。じゃあちょっと氷用意して、よいしょ。今日もまたウイスキー向きのものが何もないんで、あーお菓子持ってくればよかったかな、まだお菓子残ってたんだよな。あ、じゃあ違うの飲もう、ウイスキーじゃなくてね梅酒持ってきたんでね、梅酒手つけたのちょっとある、ちょっとね残ってるのあったんでね、梅酒ちょい屋さんのねプラキュー、これ飲みましょうかね。よいしょ。本当はこう炭酸水に割ってね、梅酒みたいにして飲むのがいいんでしょうけど、ちょっと炭酸水冷やしてなかったんでね、今日は直接ロックでいただきたいと思います。うん、おいしい。たまにやっぱ飲みたくなるんですよね梅酒も。酸味と甘みがいいバランスですよね。それじゃあこれ食べようかな。よいしょ。ドンタコスね、ドンタコスのチリタコス味、これドンタコスも美味しいですよね。たまに買って食べますけどもね、このちょっとねこのスパイスの香りがウイスキーに合うんじゃないかと思ってね、こういうやつね、いただきます。うん、このドンタコスのねチリタコスのこのスパイスの感じとこのウイスキーね合わせてみたいと思います。ハイニッカね、ロックでよ。ではハイニッカいただきます。うん、あー、うん、合う。ドンタコスのスパイシーな感じとこのウイスキーのスパイシーな感じ、すごくよく合いますね。おいしい。うん、これはねウイスキーにもねなかなか合うと思います。バーボンに合うと思う。あのスコッチよりはバーボンに合うあのお菓子じゃないかなと思います。うん、ではじゃあ次は餃子ね、餃子、チルド餃子、あの半額になったんでね見つけて買ってね冷凍庫に入れておきました。もう冷凍庫に入れておくとね、あの冷凍餃子みたいにしていた、あの焼いて食べられるんでね、ちょっとこうお水凍ったままね、あのフライパンで焼いてちょっとお水入れて蒸し焼きにしてね、最後ちょっとこう水分飛ばして焼いて仕上げるっていう感じで焼けば全然冷凍のまんまで食べられるんでね、チルド餃子を冷凍しとくっていうね。ちょっとね焼き加減見てないんでどうなってるかね。あ、焼き今日はねあのポン酢、
お鍋にねポン酢もいいなと思ってポン酢も用意したんで、ポン酢じゃねえや、あれごまだれ、ごましゃぶのタレね、ごましゃぶのタレもね用意したんで、ごましゃぶのタレで餃子をいただきたいと思います。ちょっともうちょっと焼けた方が美味しそうに見えたかもしれないですけどもね、まあまあこのぐらいで、じゃあねごまだれをちょっとつけてね、これ結構ニンニクの匂いが、ニンニクの香りが結構ある餃子らしくてね、サイズも結構大きいんでね、チルドの餃子の割には大きめですね。うん、じゃあいただきます。うん、うん、うわ、すごいニンニク効いてる。うん、わすごい。これちょっと明日病院大丈夫かな、ニンニク臭くなんないかな。いや美味しいですけどね、ニンニクがすごい効いてて美味しいですけど、ちょっと明日心配だな。うん、ごまだれがまたね、餃子によく合うんですよね。うん、わしわしわいこうかな、しわしわのおかわり作ってね。いや美味しい美味しい。うんうんうん、この餃子はちょっとまたあとパッケージ後でね確認してまた買おうかな。美味しい。やっぱ餃子はニンニク効いてる方が美味しいですよね。まあ、ちょっとね匂いは気になりますけどもね。じゃあねシュワ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 飲んでね。うん。ではまたじゃあお鍋、あ鶏団子もちょっとごまだれでいってみようかな。お豆腐と、あくっついちゃってんなお豆腐。ちょっとね割ってよっ、割ってとね野菜、もやし、もやしもこれちょっとね賞味期限もう3日ぐらい過ぎてるんですけども、ちょっとこう水にさらしておいたんですよね。水にさらしておけばちょっとこう大丈夫かなと思って、水にさらしておいても大丈夫っぽいっすね。うん、では鶏団子からね、鶏団子ピント合ってんのかな、鶏団子からいただきます。うん、うまっ、ふっくらしてて美味しいっすよでね、ほんのり生姜とごま油の香りがあるんですよね。うん、ほんとこう丸めてお鍋で煮るだけなんですけどもね、すごい美味しい。じゃあね野菜もいただいて、うん、あもやしも全然大丈夫だな。まあ今冬なんでね、夏場だったらもっと足早くてもう食べられなくなってたかもしれないですけども、冬場なんでねちょっと水にさらして置いといてもね、外っていうか家の中もね冷蔵庫より寒いんでね、冷蔵庫の中より部屋の中の方が寒かったりするんでね、あのストーブついてないとこはね。うん、全然大丈夫。うん、ごまだれも美味しい。じゃあお豆腐もいただいて、うん、あもう日本酒飲んでないや。じゃあここは日本酒でね、また三戸の丼がまたね残ってたんで持ってきました。これもね青森県の地酒ね、八戸酒類株式会社八鶴工場ってなってますね。八戸酒類さんの三戸のどんべり、このね限定品って書いてありますけども、この年末に毎年出てくるねお酒で、
ね、毎年こう年末に楽しみにしてて、今年もねこれ買って大晦日からお正月からちょっと飲んでたんですけど、まだね大事に飲んでてまだ残ってるんで、これいただいて、この時期しか飲めないんですよねこれ。たまにね季節外れでね売ってることもあるんですけど、まあ基本的にはねこの年末年始のこの時期にしか飲めないお酒なんでね。これではね、三戸のどんべりで最後今日はね締めにしたいと思います。ではね、あとはね、まあ動画かアニメかなんか見ながらね、またゆっくりね晩酌続きやっていきたいと思います。なんだっけ、転生したらスライムだっただっけちょっとタイトルはっきり覚えてないですけども、あれの2期の録画したのがあると思うんでね、それ見ながら晩酌ね続きやっていきたいと思います。ではね、今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね動画編集してアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。ま、冬のまあね、冬の濁り酒は本当美味しいですよね。夏に濁り酒飲むとやっぱりちょっとねこうくどい感じするんですけどね、冬に濁り酒飲むとね、もうお鍋と濁り酒なんて合わせるともう最高ですよね。体も温まってね、うん、ではね、今日の晩酌動画の方ねこの辺で締めさせていただきたいと思います。今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。